さて、もう一つ大事なことを今日は言っておかなきゃいけないんで、皆さんのお手元のですね、麻生財務大臣の前の答弁がございます。それをですね、皆さんご覧になってください。ちょっとこれ全部読むとね、あれなんで、WHO についてお答えになっているところなんですね。やっぱり麻生さんすごいと思う。WHO っていうのは、WHO の事務局長の人事で、揉めたことがあって、これに対して国会で聞かれてるんですね。ちょっと読みますね。これはちょっとは役人には答えられませんのでって、財務大臣が出てこられたんですよ。これはもうドロドロした話ですよ。この前の人、誰だか覚えてます？テドロスの前の人。覚えてない？中国人ですよ。あの時その時まだいないか、ごちゃごちゃしたんで、あの時もしまして、それになったんですけど、WHO じゃなくて、これは、CHO って言われてんですよと、こんなね、非常に怪しいもんだと。で、これ、全部笑うとね、みんな笑うから、笑うけど、笑うことじゃない、正しいこと。麻生さんがなんで失言王って言われるかっていうとですね、大変失礼ながら本当のことをおっしゃるからなんです。本当のことを、ここでもものすごい本当のことをおっしゃってるんです。そういった意味では日本もいろいろやってるんですけど、この WHO から正式に日本の国会議員で WHO から大使に任命されてる人がいますよ。日本人信じられないでしょ。名前聞いても信じないだろうけど、でここから実名書いてあるんです。読んでいいですか。武見敬三って言うんですよと。それを聞いて怪しげな組織だなと私は正直思ったと言うんです。テドロスに面と向かって言ったことがあるんですけれどもと。でそれが事実で、このワールドヘルスオーガナイゼーション、いや違った、ごめんなさい、ヘルスガバレッジ、ワールドヘルスガバレッジというのをやるというのを、一番今 WHO がやろうとしているのを先頭切ってやっているのは世銀と日本政府なんですけれども、その間をつないでいるのが武見ということで、これが今国連大使、いやごめんなさい、 WHO の大使に任命されているということはあまり知られていない話ですけど事実ですと。すごい答弁ですね。私尊敬します。この通りなんですよ。怪しいんですよ。この間も言った通り、失敗した組織がまた新たに自分たちの財務大臣、WHO の、ステークホルダーのはですね、各国じゃないんですよ。4割が製薬会社、そして特定の財団なんです。財務大臣、前の財務大臣と同じ認識をお持ちになりますか。鈴木財務大臣。同じことを言っても許される人と許されない人があるもんですから、なかなか難しいと思いますが、確かにパンデミックがパンデミックになったときですね、武漢でウイルスが発生したときに、日本のこのマスコミの報道ぶりも、ずいぶん中国をかばってるじゃないかと、そういうトーンの報道がずっとなされていたと思っております。私はテドロスさんとはお会いしたことないんで、なかなか評価できませんけれども、あの頃は確かに中国寄りだというようなこと、それは日本のマスコミもそういう論調で言っていたと思います。ただ最近はそういう論調はだいぶなくなってきたなと、こういうふうに思っております。いずれにしても WHO、また今のテドロスさんを評価するには直接お会いしたこともありませんし、断定的なことが申し上げられないということは、そのことは申し上げたいと思います。委員長、原口君。いや、鈴木財務大臣も本当のことを言っても許されますよ。大丈夫ですって。同じことを思っておられるでしょう。怪しい組織なんですよ。それで今週ですね、アメリカでも大きな動きがありました。アメリカの、これはチップ・ロイさんという、下院議員ですね、リパブリカン、確か彼は、どこだっけな、新法により、アメリカ人は悪影響を理由に新型コロナウイルスワクチンメーカーを訴訟できるようにするという法律を彼は出しました。
今、アメリカ大統領選挙は三つどもえって言われてますけれども、急速に上がってきた RFK ジュニアさん、彼はこう昨日こう言ってます。私が大統領になったら、私は大統領として、CDC の汚職の声だめを一掃し、公衆衛生機関に新型コロナウイルスワクチンについて白状するよう強制するつもりだと。私はこの心筋炎データの破棄を命じた詐欺師を含め、重要な健康情報を嘘ついたり隠蔽した人々の責任を追及しますと。これ、昨日の RFK ジュニアさん。で、この間、大臣も言いましたが、まあ、私自身がそのワクチンの健康被害を受けたわけですね。そして今、たくさんの人たちが、皆さんも聞かれてるでしょ、皆さんの周りで亡くなってる人。私の佐賀県の多良という町は8000人の町ですけど、もう2人が死亡認定されています。異常なんですよ。で、そこで聞きます。今日は外務副大臣、それから、厚労副大臣も来ていただいてますが、基本は財務大臣、大平三原則、これは何でしょうか。鈴木財務大臣。原口先生が今ご指摘になられました、大平三原則、これはいかなる国際約束に国会承認が必要とされるかを示したものと、この理解をしております。昭和49年2月の大平外務大臣の答弁に、1つ、いわゆる法律事項を含む国際約束、2つ、いわゆる財政事項を含む国際約束、3つ、我が国と相手国との間にある国家間一般の基本的関係を法的に規定とする意味において、政治的に重要な国際約束、これらについては、国会の承認が必要とされるという考えを示されたものと理解しています。原口君。その通りですね。で、麻生前財務大臣がくしくもおっしゃっているように、この怪しげな組織がですね、今、パンデミック・トリーティーやパンデミック・アグリーメント、パンデミックという定義もないのに、自分たちが勝手にパンデミックって宣言すればですね、パンデミックができる、そして今度は命令することができるということをやろうとしているわけです。で、私は議連を作ってやってるわけですけども、やればやるほどとんでもない、各国からとんでもないということが言われてるんだけど、これも麻生様がおっしゃってる通りですね、中心となってるのがこの武見さんです。ここ日本が中心になってるんです。だから皆さん知らないでしょ、知らないんですよ。知らないうちに決められる。で、この間、上川外務大臣に、今日辻副大臣来てて、ありがとうございます。上川副大臣に、じゃない、上川さんの方が大臣ね。大臣に聞いてみたら、今回、パンデミック条約については、国会の承認をかけないでいいっていうような答弁をしてるわけです。とんでもない話じゃないですか。これは憲法73条、今、財務大臣がお話になった憲法の73条の大平原則から、真っ向からこれに反するわけです。政治的な重要なもの、予算を伴うもの、法律を伴うもの、まさにそうじゃないですか。副大臣、両方の副大臣、何か反論があったらおっしゃってください。辻外務副大臣。はい、委員ご指摘のですね、パンデミック条約ですが、これは確かに先ほどからお話に上がっている、いわゆる大平三原則に照らしたところですね、現在、この条約は交渉参加国の間でまだ協議が継続しているんですね。それでその内容や形式はまだ確定していないことから、我々がそれを締結するかも含めて、現時点ではまだ、予断を持ってお答えすることは困難ですが、仮に締結する場合には、その内容や文章の具体的な形式に照らして、適切に対応してまいるということを、上川外務大臣からも、いわゆるパンデミック条約に関しては説明があったというふうに、理解していますが、今後とも国会の場において丁寧に説明してまいりたいと思います。委員長。原口君。そんなふうに答弁してたら私はここで聞かないんです。あなたは今点数でいうと100点満点の答えをなさったんです。それが100点満点の答えなんです。ところが上川さんはそうじゃなかった。
なんとなれば、昭和26年に WHO のこのこれにサインをしたか、国会がそこで承認したから、もう新たな規約やそういうものについてはいらないんだと言ったわけです。間違いでしょ。なぜ間違いかというと、2022年にこれに強制力を持たせたんです。つまり法的拘束力を持つようにしたと。それ外務省が明らかにしているにもかかわらず、国会にかけんでいいと言ったのは、私たち国会議員全体をおろそかにする発言であり、本来だったら辞任ものですよ。僕はそう思う。そして、まあ、そこは副大臣で多分答弁のね、訂正というのはできないと思いますから、財務大臣、ぜひ閣内で統一しておいてください。